のハイウェイに警察車両はカーチェイスを繰り広げていた。逃走しているのは29歳の男。規制薬物違反と小切手偽造の容疑で逮捕状が出ていた。交通量の多いハイウェイに車と車の間を縫うように逃走し続ける。一歩間違えば大事故につながる危険な運転だ。信号も強引に取った。危うく右から来た車と衝突するところ、とんでもねえやつだ。遮断機が煽り列車が迫っていても、遮断機を突き破った。全く減速する素振りも見せず遮断機を突破。命を危険にさらしても逃げ切るつもりなのか。そして再び警察車両が猛追。逃走車のすぐ後ろに迫った。